ス日ソフトバンク一から五楽天、水穂ペーペードーム福岡、球場が一瞬にして静まり返った。1点を追う4回虫一三塁で楽天の5番に座る鈴木大地内野手が右翼席へ逆転の2号スリーランを放った。初心じゃないけど積極的に、かつつなぐ意識で、出来すぎた結果、ソフトバンクのベテラン左腕、和田の初球。 外寄りの直球を捉えたが、未抵抗という気はなかった、という。前回の福岡遠征でチームは顔に泥を塗られた。5月21日のソフトバンク戦、水穂ペーペーで球団ワースト2位の21失点を喫し、しかも冷風負け。翌22日に京セラドーム大阪に舞台を移して行われた同じカードでも12失点し、 球団ワーストの2試合で33失点と新酸を舐めた。この日の勝利で雪辱を果たした形となったが、鈴木大は前回の悔しいイメージは残っているので、勝つことでみんな前には進めると思う。また明日頑張ります。と気持ちを引き締めた。今江敏明監督も45日前の大敗劇を思い起こして嬉しいです。 と語ったものの、少しでも引く体勢を見せてしまったら、相手に、人のみにされてしまう。リーグ首位を独走するソフトバンクは強敵であることに変わりない。勝って兜との王を占め、謙虚な姿勢で連勝を狙いに行く。